こんばんはこんばんはお腹かなってる家なの家寒くない暖房つけてるから寒くないかも暖房つけてますよ私明日 <laughs> は SKE さんの劇場でそうそうなんだポこ太郎まだいるのポこ太郎いるよ なんか家帰ったらポこ太郎がすごい歓迎してくれてなんか普段はなんかあんまり何ですか自由行動してるのに今日はもうガシャ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 ってドアのところをなんか開けてみたいな素振りしてきてで開けたら自分から出てきてゲージから。で あの私の部屋ちょっと散歩できないんですけどもう本当に狭いところをずっと散歩 <laughs> して遊んであなた方はありがとうございますそうポこ太郎今日すごい優しくてね <laughs> かわいいさっきまで回し車回ってたんですけど今は静かになっちゃった <laughs> ちょっとどんな感じだろう待ってねポこちゃん ぽーちゃんいや今寝てるかもなんかねその部屋に家に帰ってるよあ出てきたぽーちゃんあ引っ込んだ <laughs> これぽーちゃんぽーちゃんかいじゃろありがとう 太郎ですさっきまで元気に回し車回ってたのに今はね休憩中かわいいめっちゃ動画撮ったここポコちゃん私が勝手にポーちゃんって呼んでるなんかね私の,あの飼ってるワンちゃんはモモちゃんとココちゃんって言うんですけどそうモモちゃんとココちゃんのこともモーちゃんとコーちゃんって言うんですよなんか多分。 そういう、なんですか一文字に伸ばすのでよ呼びがちぽーちゃん、ぽーちゃんですぬるま、ありがとうなかなってるかわいいじゃろそう寝てる、かわいい おうちゃん。ありがとう。鳴かなってるの聞こえる？本当？え長崎でそうお土産買った。なんか時間があんまなくってでそう朝ちょっと早めに。お土産売り場結構長崎駅早くからあのやってたので早めに行って買いました。 なんかカステラを、あのー、めっちゃ買いました <laughs> で、さっき、そう、食べました、開けてすごい美味しいもう、めっちゃ美味しいカステラ買ったみじざらめじっザラメザラメだったかわいい、ありがとうございますえ、なんだっけな副菜、あっちが、副菜じゃなくてね 文明堂ってところなんかパセリがねカステラのいろんなのを教えてくれてそう「文明堂」っていうところのカステラとあともう一個買ったんだけどねもう一種類どこだったっけちょっと名前見ると分からんかなったありがとうございます。 ね、今日目が右目がすごい腫れてて開けづらい今日 <laughs> ありがとう二重幅が終わってるもうねなんかあんまり選ぶ時間がなくてもううわーって買いました <laughs> 本当にとにと,とにかくもううわー アネキューに、そう姉輝と一緒に食べましたよカステラめっちゃおいしかったですタコ <laughs> ありがとう長崎楽しかった明日はあの 石さんの劇場なんですけどちょっとあはあの夜が結構遅くて配信が微妙なんですよねなんでで明日結構朝なんですよ朝からなのでちょっと朝早めに配信する可能性ありです5時からはしません <laughs> 何時からしようかな6時半7時とか6時半7時ぐらい その辺でしたい気持ちがありますありがとうもし通知で起こしてしまったらすみませんがはい、そんなに長くはしないと思うんですけど <laughs> 通勤時間です通勤中に見れたりするんですか そうなんですよねちょっと早めもしできなかったらもうチケット使っちゃいます <laughs> <laughs> ありがとう朝配信起きてすぐしてるそう起きて 5分とか56分早くないなんかあの全て準備して寝るように心がける。 ノーメイクなんかそうなんか仕事前にメイクするそうなんです朝の顔やばいむくんでるしかも今日は家に帰ってあのー、お,お鍋めっちゃ食べてはないんだけどちょっとお鍋食べたんですよでむくまないかちょっと心配 ありがとうございます。明日 D.M. でまで D.M.M. 配信楽しみです。ありがとう。そう明日はその S.T.U. オンライブオンデマンドでも配信されますし、そう S.K.E. さんの方でも配信されるのでぜひご覧くださいませ。 名古屋で何食べたいのえ、なんか私あのー、あれあれが食べたいですひつまぶし <laughs> ひつまぶしーでもひつまぶしはさすがにあのちょっと大高級なので。 ピオリン私ピオリン食べたことないよ実は一回もみんなピオリンピオリンってよく言っとるんだけどピオリン食べたことないピオリンチャレンジ米田食べよう米田好きですよ広島で行ってる米田 何だなんかあのー、何が有名だっけねえっとねなんだっけ久々なんだけど台湾ラーメン有名なのでも多分ラーメンを食べる時間はなさそう <laughs> 味噌カツか,か味噌煮込みうどん。 むす大好き手羽先も大好きあんかけスパ、うん、食べた記憶あるなんか前行った時にあ飯ありがとうございますパセリなんかパセリが昨日めっちゃ泣いてて <laughs> なんかグルメ担当なんですけどパセリあのなんかグルメ美味しいものをめっちゃ調べてくれてでなんかケータリングでたくさんいっぱい用意してくれたんだけどなんかあの公演前になんかみんなお腹が空いてたんですけどケータリングが一個も届かなくってなんか <laughs> でなんかそれはないろいろ。 ななんんかかかっって届かなかったんだけどパセリはみんなに届けたかったのに届かなくて公演終わった後にそう来たんだけどそしたらめっちゃ泣いてて「そんなに泣かなくていいよ」っていう <laughs>「パセリありがとう」っていう <laughs>。泣いてた。 終わった後にね私は「サセボバーガー」いただきました。昼公演終わりだっけ そういうメールシーサセボバーガー美味しかったなんかあのサーヤンと一緒にサセボバーガー食べててでなんかねなんかその昼公演と夜公演の間だったんだけど昼公演の間に食べてたのサーヤンと一緒に。そしたらあのまあ昼夜の。 リハーサルを昼公演と昼公演の間にやるんですよでその夜のユニットのリハーやろうみたいなのになった時にサーヤンと同じユニットなんですけどなんか呼ばれてで行ってリハしてでまた楽屋戻ってでなんか廊下らへんに行ってで、あのー、もう呼ばれないだろうと思いながらサセ保バ,バーガーをむしゃむしゃしてたら。 なんかすごいスタッフさんに探されててで「あいた!」って言われて「見つけました!」みたいな感じで <laughs>「2人とも廊下にいました!」みたいな感じで,で私たちハンバーガー持ってまた <laughs> なんかすごい捕獲みたいな感じで <laughs> ハンバーガー持った2人を捕獲みたいな感じで <laughs> なんかすごい恥ずかしくてハンバーガー持ったまま。 とサイアンとともに捕獲されました。ああ <laughs> サイアン。なんかね、<laughs> 二人部屋だったんだけど、そのホテルの部屋が。 こう並んでたんででたすよ2人2人2人の部屋がこう並んでてさでなんか夜に携帯触ってたらなんかエアドロップでなんかあのりんこちゃんとパセリが出てきてでパセリとリンコちゃんにすごいエアドロップ力をいっぱいしたんですよ <laughs> エアドロップで隣の部屋からホテルの隣の部屋から送って。 そう部屋越えて行けるから部屋越えてくっていっぱいポチポチしてそしたら向こうも受け取ってくれるから <laughs> 失敗してたんですよなんか起きちゃんと「しようぜ!」って言ってエアドロップ痴漢してそ,うそしたら次の日にサーヤンが「マイキューさん私エアドロップされなかったんですけど」ってすごい嘆いてて。 <laughs> ででそれしたの多分12時頃なんですよでサーヤン多分12時頃ぐらい寝てて多分携帯触ってないとこうエアドロップって出てこないんですよねだから「サーヤンの出てこなかったよ」みたいな言って <laughs> そうちょっと今度しないといけませんサーヤンにエアドロップ時間。 さあやなんかねそう「いやドロップが来なかった」<laughs> 嘆いてた爽 <laughs> や面白いよ 何送ったなんか絵とか写真とかめっちゃ送りました <laughs>。そうサイヤンいると癒される。えわかる。サイヤンいると癒される。サイヤンね。可愛い,いよね <laughs>。サイヤン可愛い。 サーヤね、言い心地いいんだよねなんか一緒にいると何話すのえ何話すだろうさーやんとね一回同室になったことあるんだけどそれ以来同室にはなったことないかもうんー何話すかな何話すかって言ったらちょっと難しいわ <laughs> ま何話してるんだろうって感じ うん。ありがとうございますりんこちゃんマイキューに呼び捨ててほしいです嘘りんこーって私確かにりんこちゃんって言ってるりんこ 呼び捨てかファンタジーだな <laughs> できるかなあがんが好きな凛子だよ呼び捨て後輩呼び捨てえそんな線かも。 だって PR 舞台も凛子ちゃんサーヤンサーヤンパセリ、うんああのニックネーム おきちゃんなんか私布団のの上でで寝るのが好きなんですよあのベッドの布団の中に入らずこう布団の上で寝るのがすごい好きなんですけどなんか布団の上で寝てたらなんかおきちゃんが布団の中に入らないのかって怒ってきて昨日でその掛け布団の上にこう寝てたのだからなんか布団の中に入らないのかって怒ってきてで、うん「ちょっとまだ入らん」って言ったら。 そしたら自分のベッドから掛け布団を持ってきて <laughs> 私のベッドまで掛け布団持ってきて <laughs> でなんかそしたら私の掛け布団の上でさらに自分の掛け布団をかけて寝始めて <laughs> そうダブル掛け布団お母さん <laughs> あのね、おきちゃんんの、ね、いいところが、ね、あ,あるんですよ私同部屋で気づいたことがあって私ねなんか部屋から帰ったら絶対に手を洗いたい人なんですよでなんか同部屋とかになってもそのなった子に「あの帰ったら手洗った」って聞くんですよでただ洗いたくないとか言う人もいるわけですよでもおきちゃんはなんか洗ってないって言って「ほら行くよおいで」って言っ,て言ったら静かに「うん」って言ってついてくるんですよね洗面台まで一緒に。 めっちゃ素直なんですよ <laughs> めっちゃ素直に一緒に手を洗いに行くんですよ「おきちゃん手洗った」絶対にあらまだ洗ってなくてまだ洗ってない「早く洗うよおいで!」って言ったら「<laughs> うん」って言って普通についてくる <laughs> 素直です 意外そうなんです58分だよ嘘ちょっと誕生日ね明日起きれるかな起こしてください <laughs> 誰か福太郎さんロッピーさんまさきさんやんさん熊根パパさんきなぺこさん東京のすわんさんみやびさんわたりんさんヒッキーさん南ばのさ人さんあおさんはっ 星星星星星さんありがとうございます。絵、えー、文字だった。星々。おやすみなさい。明日は？6時半か7時のどっちかです。その辺に現れなかったら察してください。 おや,すみおやすみなさいませおやすみポコポコはああ睡眠中でした見えないかなあ顔出したポーちゃんポーちゃん おやすみーおやんんちちゃんぽーちゃどるかわいい。